マージャンファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の小笠原奈緒です。本日は第37期鳳凰戦 A2 リーグ最終節 A 卓の模様をお届けしてまいります。本日の解説は A1 リーグ佐々木久人が務めます。佐々木プロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速本日の出場メンバーを紹介してまいりましょう。まずは1回戦ちいちゃからです。ちいちゃに座ったのは前原雄大、マイナス 126.9 ポイントの13位です。そしてなんちゃに山田博之、マイナス 42.2 ポイントの11位。続きましてシャーチャです。二階堂明、マイナス 209.2 ポイントの15位。ペーチャは古橋隆、マイナス 31.2 ポイントの9位です。1回戦抜け番が客の直樹のプラス 16.1 ポイント、7位となっております。ここで全体の成績をご覧ください。はい、出ました。黄色く光ってるメンバー、今日は奇数卓の A 卓となります。もう最終戦ということで、はい、佐々木プロ、本日の見どころなどは。そうですね、まあ、1年で一番こう熱いとされる、はい、最終節の残留高級争いですけど、はい、まあ、肝心なことは今日1日で全てが決まるわけではなくて、うんうん、まあ、明日のね B 卓っていうんですか、そうですね、まあ、そちらの成績も大事なので、はい、まあ、今日例えば前原さんとか秋さんがいかに数字を伸ばせるかってこともあるし、うん、まあ、上位3人、まあ、特に客野さんなんかは非常に安泰なポジションにいるし、はい、まあ、古橋山田なんかは、まあ、できたらお互いの上に入れられたら非常に精神的にも安心かなというところだと思いますけどね。そうですね、はい、ありがとうございます。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ最終節1回戦の入り口です。開始してください。お願いします。本日の立ち合い、吉田隆史です。吉田プロの合図によって1回戦開始されました。改めまして、ちいちゃから前原、なんちゃに山田、シャーチャに秋、ベイチャに古橋の並びです。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。1回戦の抜け番が客の、続きまして古橋、山田、前原、最後に秋と抜けてまいります。改めまして A2 リーグは最終節の A 卓を迎えました。かなり前原さんとハイパー良かったですね。お、前原は最終節迎えるにあたって13位のマイナス 126.9 ポイントと、うん、今季は3名が高級となりますので、ピンクゾーンに入っている前原です。さあ、そのハイパーは、うん、もう2面ずできて3面チャンケンもあります。山田もなんちゃで何竜統一ですね、うん、仕掛けて本一行きたいとこだけど、1枚目は泣いてないですね。そうですね、2枚目泣きそうですよね、うん、さあ前原は目いっぱいでしょうか。ここは9問切って番もジャントでいらないってことですね。はい、やっぱ最終節だから普段と構えが違うかもしれない。山田なんて何一泣きしたって全然おかしくない手ですけどね。そうですね、うん、ではまず今日親番の前原なんですが、私のポジションは大変厳しい現状ですと、残留の可能性は1割前後かと、ただプロとしてその可能性に全身全霊で立ち向かう所存です。上を目指すからにはラフな一打もあるかとは思いますが、その部分に関しては温かい目でご容赦お願い申し上げますと。そうですね、はい、おっしゃっておりました。まあ、かなり攻め気味にいかないと厳しい数字だと思いますから、うんうん、流派を泣いた山田です。イーシャンテンの形、ドラも1枚あります。前原さんに対して9番現物であるのと、はい、まあ、何1枚ですから、はい、これも2値かかった時には両方落としていけそうですからね、うんうん、一応公式権利みたいな、はい、はい、高いとドラでしょうか。さあ、イーシャンテン、こちらも前原はタンヤをドラドラの形、前原も泣きがありそうですかね。これは仕掛けそうですね、すで、うん、に山田の仕掛けも入っています。親番ということもあります。ここはパーマンのポンでテンパを取っていく、前原親番はタンヤをドラドラ、完治しそうです。これ1枚ですか。お、ここに1枚手牌で3枚使われているので、残り山に1枚。お、投げる。山田も追いつくスッチソー、お互いにマッチがチーソーがかかっていますが、山田が数ソーの分有利か。まあ、数ソーもドラの用事合いですから、はい、1枚分、そうですね、はい、これ1枚、2対1の勝負となっています。これはまだ結構わかりませんね。スッチソ変化、これでマッチは一緒に、お互い報酬はし合わない形。うん、山田はどうですかね、難が出た場合も。パ
発想が今2枚打たれたんでしょ。ちょっとね受け替えはしなそうですね。となるとお互いにスッチ層が継続となりそう、うん、さあまずトーン1局の勝負です。前原もできるだけ親番連チャンしてね、はい、ポイントを重ねていきたいところです。あ、ここに小さそう。これは出ない。古橋の元に当たり牌の小さそうがこれで1対1となっています。さあ秋の手牌はこちら。とにかく前原さんにだけは打ちたくないっていうのはね、はい、山田古橋の共通認識だと思いますけどね、はい、じゃちょっと辛く打つわけですね。当然ですね、はい、この前原さん的にはチュン、チュンはションパイ普段だったらスッと切りそうだけど、はい、これも最終節の10月みたいなところでしょうね。そうですね、条件戦でもあります。前原さん的には山田さんと順位を変えておけば、うん、84.7 差、はい、そうですね、4回直接対決できるんで、うん、まあそんなにねハードルが、まあ、高いっちゃ高いんですけど、はい、無理な数字ではないと思います。そうですね、そうなれば望みはつなげます。バリュー派の勘、シンドラは増えないルールです。山田が流派ドラ1、前原が単野をドラドラ、互いに仕掛けを入れている天牌です。残り1枚の数層、引き当てるのはどちらか、それとも流局か。沢木の手牌こちら、追いつけるんでしょうか。前原さんがもし天牌してるとすると結構もう想図が濃厚な姿勢になってきましたね、はい、お確かにピンズもある程度通ってるし、想図が高めですね、はい、マンズも割れて通ってますから、ニャンピンはションパイいきます。筋ではありました。お、秋がいいシャンテになりましたよ。さあ古橋もいいシャンテ、さあ両者が天牌の中追いつけるか、秋そして古橋です。うん、想像が嫌なんですもんね。うん、馬は山田に対してどうかってこともありますよね。はい、お、お、天牌しかも当たり牌を使い切っての両層行くんじゃないですか。まあ、ピンズだったらサブローピンか、まあ、あとソーズですからね、うん、通りました。さあこうなると古橋が一番強いんでしょうか。両層もそうですね、両層が1枚、ウーソーも1枚。あ、でも2対0の戦い、どうだ。ブローソーとか持ってくると打ちづらいな、はい、親に対しては。さあ残りつもがあと1回ちょっと、秋1人の手で終わってしまうのか、缶を入れるか。3ピンは通しているんですよね古橋は、うん、缶する、そうですね、はい、缶を入れました。これで天牌が入るでしょうか。入らない、入っては山田となりそうです。まずは前原、山田が入って、おお流局ですね。親の前原、そして山田、古橋の3人天牌で流局です。秋の一人の天という形でトン1局が終わります。古橋もうまく打ち回しましたね、はい、やっぱり前原さんにだけ打ちたくないから、うんうん、丁寧に打ちながらも、天牌も取っていく。トン1局の一本場へ変わります。前原の親番が連チャン、プレッシャーをかけ続けていきたいですね。はい、親番はその前原の手配どうですか。ドラは1枚、うん、山田まずまずか、一メンツ大きいんじゃないですか。そうですね、はい、
黒橋メンツはありません。両面ターツはいくつかありました。やはりまだ苦しい形、自敗などが重なれば動き出しもできますが、さあこれでドラが3社にばらける形です。久里さんは前期この A2 リーグから1位で昇級を決めて、はい、A1 リーグなんと決定戦まで来ましたね。はいはい、いい感じですね。はい、2021年いい年になりそうですね。勝って終われればね、一番いいですけど第1回1月16日土曜日に1日目初日が行われます。4日間で16回戦を行い、ね、はいはい、優勝者を決めるというシステムになっております。もうそろそろ CM も流れ始めるんですかね、あの鳳凰戦決定戦の。前回の時なんか撮った記憶がありますね、はい、皆さんお楽しみに、はい、さあこれでペコも見えてきます。さあいいですね。おいいですね。秋さんも100ポイントぐらいはなんとか積み重ねて、はい、そうですね。で秋さんの最低条件はどこぐらいですか、前原さん。まあそう、最低そこは交わせなきゃしょうがないですからね。で明日の結果待ちみたいなところになると思うけど、それで、ね、そうですね。さあイーシャンテンの山田です。久里決定戦も頼んだと来ております。呼び捨てる。エスピンペンサーマン、秋はこの形です。はい、ドラ切りとなっています。親がすでにドラを切っています。どうでしょうか、結構ブクブクになりますが、あ、ここはスリムにチートイツが本戦ですか。そうですね、受け気味なんですね。はい、お、カンパピン切れましたよ。イーシャンテン広がります。ゲゲミと入ったらリーチも、まあ、イースピン、まあ、イースワン引いてもね、ヤンマンイーワンこってもリーチは行きそうだけど、イースピンが入った場合は、んイースピンが入った場合はペンサーマンにするのかな、やっぱりペンサーマンの闇点、うん、今2枚ですね。あ、そうですね、はい、どうだ、手広さは沈騒になるかな。9万切りとなりました。チートイツのイーシャンテンになっているフラッシュです。マラさんもイーシャンテンですかね。はい、嘘はつもぎりです。場に1枚切れ、4社がやっぱり相当慎重になってる感じありますね。うん、マラさん以外とか、はい、はい、ちょっと痛いか。そうですね、先ほど嘘を残していればここで転敗でした。嘘を1枚切れっていうのが大きかったんですかね。そうですね、久里さんも同じ選択を入れていますか。あの、多分秋さんの数層とかも嫌だと思うんですね。あ、山田君には嘘を現物だったけど、はい、ウッパーソー裏筋で、ね、うん、実際はまあ、もしかしたらね、ウッパーソーが当たり目になる可能性もありますね。そうですね、手と難しいとこですね、はい、こういうのも。まずはテンパ入れたい前原です。その前に来るか山田、そして秋はこの形で、こういう一杯結構痛かったりしますからね。はい、4社がイーシャンテンの中、アンコのパースを手に残していきます。前原転廃が入りません。ただみんな長引いています。探り合いながらのこの終盤、もう誰が転廃入っていてもおかしくないなと思いながら打っている、はい、感じでしょうか。もうドラも出ています。
入りません。お行きますか。イーシャンテン、なんと古橋がスーワンコのイーシャンテンに来ています。サブロスは結構きつくなったね、前田さん、うんうん、いやー入りたくなってしまうかもしれない、あの嘘。脇がテンパ入った、ありがとうございます。カンサーマン役割です。手上がりもできる形、はい、いやきつい、やばいな、嘘切りでテンパ入んないかもしれない、はい、危ないです、かなり危ないです。あおお積もりました、秋の積も。ここは積もイーペイ高となります。500線は600、1100の秋の積も上がり、うん、黒髪に髪も変わっています。あの秋さんのステアにスーピンがあるんで、はい、まあ、前田さんやったなと思ってます ね、 これは、はい、そう捉えてたらまあスチープですね、はい、ここは一つ、うん、さあトン2局、山田の親番ドラが3番です。山田はね、今季はかなり苦しい戦いを強いられました。終盤9節、10節で大きなプラスを叩いて、残留が見える位置まで戻ってきましたが。そうですね。130ぐらい勝ってんだ。はい。140近く勝ってますね。はい。まあ最初に久里さんに言ってもらったように、うん、古橋、山田、ここの順位を変えておけば、そうですね。だいぶもう安泰でしょうね。うん、まだ B 卓、明日が残っていますので、その結果次第となるものです。まあ、2人にかわされるってことはなかなかないと思うんですけど、はい、まあ、ただお互いに上に行っとけば、うん、まあ、絶対大丈夫だと。そうですね、2人の差はわずか11ポイント、はい、ドラが3万手配、山田整っています。先ほど上がった秋、同一が3組となってドラは1枚メンツなし、古橋がドラドラの手、かなり慎重に打っていますが、ここは一局攻めていく部分でしょうか。うん、親番が山田ですからね、はい、はい。どうしましょう。ドラが3番、はい、まあ、想像の一色も遠くに見えますから、うん、はい、その次第では一色まで前原苦しい形です。来たー、行っちゃいましょう。山田も結構一色手は狙う選手ですよね。そうですね、はい、浦橋徐々に手が育っていきます。まだ古橋の形ですと泣きなどは現状ない状況でしょうかね。換算ピンとか漢字ピあたりはないでもおかしくないですね、うん、愚形の部分、こちらの単野をドラドラの手です。目いっぱいに構えるか、ここは目いっぱいチューン。山田の手合いが面白いですね。安定感もあるし、はい、また想像か、すごいな、これ待って、なんだって取らず、取らずね、面白いですね。カード予想で単より安定校でもありましたけどね、はい、そうですね、なんか一旦取っちゃいそうな気もしますけど、いろんな取り方ありますか。想像伸びがすごいもん。これは久里さんもコンサルタントとしては、うん、そうですね、うんうんうん、泣きはありますよね。泣き、そうですね、ありますね、はい。どこからなら泣くんでしょう。何が一番嬉しいか考えておかなければいけません。まあ、イースー、シーソー1枚切れてますね、はい、スーソーも1枚切れ、数伸びればそのゲームじゃ、ランパースサブラスも、おお、めっちゃいい。しかも羽マンか、面前で入れれば捨て牌的には結構濃ゆい形になってますかね。濃い、何数万イーシャンテンの秋、ここをかわせれば、いや、古橋も実らせたいこの手。チーマン、スッチーマンが結構パラパラ切られています。ただ固定します、スッチーマン。バーソーはなくないか、ちょっと泣けないですね。おー、来た来た、なになになに、なんですかこれ、わかりません、ちょっとやばい
ソーあるね、アンソーローソーマンね、ヤスウソーローソーラパソーサブロソーチソー、あー何パーソーマンね、はい、ローソーマン、すごい街だこれ、ま、だいたいロー、すいません、触っちゃいました、すいません集中しすぎました、え、すごい、わー積もった、インソーだ、インソーのつまがりとなりました、これは6000ホールで、うん、ですね、つもちんいつは6000ホールとなりました、山田のちんいつ、梁平コウ取らずからのちんいつの、いや、大きいな、大きいな、ちょっと街がいっぱいありすぎて高速でしたね、山田さん、ね、さあ大きな6000ホールでこの苦しかった37期法政 A2 リーグも残留までトップに立っています、現状です何待ちだったんだとプロテストの問題出てきそう、ミスチソー、リャンソー、リャンパソー、サブローソー、え、全部9層以外、そうですね、はい、皆様急走以外全部 OK と、イーソーはかなりの休めだったんですね、そうですね、急走以外全部だね今の、はい、つも陳一となりました、さあトンガドラで南竜ドイツ、もうリーチとかしてればね8000リーチはそうですねなってましたねいやこれ前田さんと秋さんはきついですね、そのはい、1回戦でこれですからね、さあマンズが伸びを見せています、うん、椅子その方を嫌っていきました、だいぶ精神的に余裕が出たでしょうからね今の山田ですか、はい、戦い方の幅も増えるか、一歩苦しいのが前原そして秋、あマンツが伸びて伸びて両面払いを見せていきます、さあドラのトーンが秋の元にも行きます、これで山には残り1、3車にばらけています、トーンがお荷物チートイツでしょうか、急走持ってきてここはいいピン、1,2,3を見切ります、こちらもトーン、うん、チートイツにしますかね、はい、もうトーンは4車にばらけているので山には残っていません、誰がトーンを切り出す手になってくるんでしょうか、ちょっと重たいですね、トーンを切り出す手になる人はいなそうですね、あとなると厳しいですかね、おお、またマンズの本一に、はい、山田がテンパイなど入ればトーン、まあ、テンパイ入るということはもう相当高い点数をテンパイしたところでね、そうですね、はい、スーマン G かしら、 G はしません、切れたのはイーマンです、ここも両面払い、また親が異様な捨て牌、フルアシなんかもうビビってるじゃないですかやだなんか始まる時カメラ目線でこっち見てますよね最初何のアピールだったんだろうね俺頑張るよというアピールだったんじゃないでしょうかおトーン、トーン切りましたね、はい、トーンを切ったのは前原です、うわまた来てる、天敗の前原ですが役はありません、リーチを打っていません、これはまた山田さんが来たー、イーシャンテンありますね、何は残り山に1枚、
スッチーマンパーマンも山に残っています。ここでツモギリのリーチ、うん、来ちゃった。現物でしょ、はい、スッチーマン何スーワン1万するんじゃないですか。プラス大丈夫か。持ってない持ってない。前原ピンチ、ピンチはチャンスになりうるか。ブイーン、この3万も怖いよ。来てる、完全来てる、大丈夫。3万あるよ、イシャンテン。あ、見物か、あ、イシャンテンだ、はい、はい、あ、この輸送が、前原この勇気あるリーチが実りました、うん、ザ・リーチとなります。1300は1600、男性3万だったんですね。はい、まあ、勝負に行くならリーチと、はい、どうですか。いやいや、トーン流れたらね、もちろんリーチがなったかと思いますけど、はい、そうですね、はい、なので一時回してのリーチと、はい、いやでもちょっとこっちはヒヤヒヤとしました ね。山田が表入っていました。さあ萩野野番です。トーン3局、ちょっと山の牌がこぼれてしまったので立ち合いに吉田プロに直していただきます。さあ秋の親番です。秋は今季スタートから厳しい戦いとなりましたが、最後まで残留を目指して戦いたいと思いますとおっしゃってくれました。本当に苦しいこの37期の A2 リーグとなってしまっていますが、まだね、望みはね、そうですね、はい、最後までありますから、はい、さあ白トーン、トイツ、古橋、第1打は数万となりましたが、急ぎりドラ持ってきたんで、もう国書やめましたね。はい、ウーピーのドラがあります。手の内にこちらです。白トン泣きがあるか。前原整ってますね、単陽系で、はい、なんとかドラ持ってきてね、2,000-3,000球ぐらいの手を作りたいですけど、はい、うん、これはなんだ、ウーマン。前原さんも明日のひとついさんとの差が 65.9 ですから、はい、まあ、例えば30とか40浮いて、うんうん、でひとついさんの結果待ちっていうね、はい、考え方もありますからね。ありますね、まあ、プレッシャーにはなりますよね、ひとついさんにとっては、はい、おお、バーピンつもぎりですって。ここは差し子の3色も見てと、うん、打点はとりあえず追うと。そうですね、場合によってはマンズの1色まで。ああ、はい、そういうことですね。上茶の捨て合いがね、あの古橋さんの捨て合いが結構変則ですよね、はい、ピンズを集めてそうな捨て合いなんで、うんうん、実際は2枚なんですが、うん、出牌的には異様に見えます。お、これで、うん、ただリーチのみはちょっと不満なんで、はい、一色手まで行く可能性がありそうでしょうか。カンローピンのうち、まあ、キーハイの部分山田が泣いていきます。カンローはカンローマンの天杯タイヤをドライチです。ノーマン場には切れていません。行きましょうか。3ピンですね、はい、出がたちはイーシャンテンです。ヤンソーから入ったらしょうがないけど、はい、マンズ伸びたらもうテンパイ取らない。例えばテンパイ入ってもね、はい、想像ってぐらいじゃないでしょうかね、これは、うん、条件的にも前原は追いかける立場、ここは表でドカンと決めたいところ。現在25,500点です。明け親番、古橋もハクトンは仕掛けていませんね。すでに天杯の山田がいます。ここを真っ赤して秋連チャーなるか。これは当たり牌です。当たりですね、はい、すぐに手の内に収めた。ウーピンかスーピンです。
ドラのウピン余り残り2枚。かなり警戒しています、うん、間違えもできますが、しましたね。スマン場に1枚切れだったんですが、 C1 ポンしなかったですね。マーラさんポンしてソーズ、確かに打つかと思いましたが、はい、久里プロならチーマンポンからのソーズ払いに、うん、あ、ロゴマンも入ってましたよ、うん、ここもまた一つ選択が、結果論 E 数 G1 で、そうですね、この E1 がもしかしたら割れたかもしれない、はい、取られていたかもしれません、うん、アキさんのツモがね、あ、これね、サブロマンタンヤオのテンパを取っていきました。まあ上がるでしょうね、うん、ね、はい、さあ山田も一回ローマンがね、カンローマン抜けてればみたいな、はいはいはい、とこがありました。カンスーマンのテンパイと、そしてこの前原のサブローマンのテンパイ、リーチは打ちませんか。現物で2600しかないですからね、リーチ打ってもね。そうですね、仕掛けの現物になったので、はい、どんの ただシャーチャーなので配定が来ますよね。あ、泣きが入ったらまた、あ、変わっちゃいますね。秋はイーシャンテンの形、リャンピンリャンウソです。4万あたり、はい、しっかり降りています、うん、一度上がり逃ししている山田、パーソンは先ほど取っていますが、秋の泣きでどうなっているかということでしょうか。そうですね、リャンソー、リャンウソはチー、リャンウピもチーです。いった、テンパイ入らない秋、ツモはもう残っていません。まあポン材もなかなか出てこないけど、はい、CPU 打って望みをつなげるか、うん、CPU ということはポンにかけてますけどね、はい、ただなかなか出てきづらいかな。そこの査定時間を選んだのは数層折りを選択、はい、前原ツモはありませんでした。そして最後に山田、パーソー、先ほど通したパーソーで流局となります。シャーチャーの前原、山田2人テンパイで流局です。ここもまた一つ前原の泣きがあればどうなっていたかという一局でもありましたが、うん、まあ山田の仕掛けだってね、大体チーテンのことが多いと思うんですよ、はい、こういう局面ですからね、状況的に、はい、古橋の親番1回戦です。トーン4局の1本馬、ソーズ3層数層って打っていきづらかったってことですね。あ、そうですね、2筋、通るのか今更と、ドラが白です。一メンツ6チッパまで見えますね、古橋の手配、うん、前原はメンツありません。今回はハルク、白がドラです。ジュンちゃん、ジュンちゃん、数層から、あ、ここはおとなしくなんからです。秋厳しい、一色って過酷し、ペーチャですね、ペーチャ、はい、うん、かなりきついですね、うん、さあ今親番を迎えている古橋ですが、応援していただいている方に毎年毎年いい報告ができず悔しいですと、また来季 A1 を目指すためにも絶対に負けられない最終節、しっかりと残留を決められるように頑張っていきます、うん、おっしゃっています、まあ、34期からずっと A2 で戦ってきた古橋です、はいはい、おっ、うふう、国士だね、行きましょうか。おお、切れてるのあるの、チューンがもう3枚見えちゃっていますね、もうかなり厳しいだろうという判断でしょうか。どういうことですかね。それよりはマンガンかハネマンぐらいをこの手で作ってと、うん、ドラの白は残り山に2枚、
うん、山立ちドイツが見えています。あらあらどうなってました？3枚だったんですもんね。もう1枚あったんですもんね、はい、リャンシャン店になってるのかな。あ、でもこれでチュンとか弾きたくないですね。弾きたくないです。早く枯れてほしいもうここでドラキルもありますか。あ、でも打点が欲しいんですもんね。仕頃になればと、はい、さあ、イーシャンテンです。山田です。残したのはローピン、キューピン、ハーツ。まだハクは山々。ジーマン場に一枚切れです。そう、ぜひ伸びてきましたね。はい、育ってきました。ャンシャンテペイはションパイ。ペイどうしようかな。あ、スチーソー。これは2面なんでリーチですかね。はい、はい、打点は ありませんが、ここはリーチとなりました。スチーソー待ち。秋の元に3枚、親番の古橋の元に1枚です。残り山には3枚。さあ、このリーチを受けて、まあ山田と古橋あんまりしたくないと思うので、はい、うん、まあ秋は勝負手にありうるかもしれないので、うん、まあ、でもインシャンテになりましたので、もいかないですね。うん、現物のオーピンですね。まあ、古橋としてはこの姿勢を徹底するんじゃないかな。はい、対前原さんに対しては特に、はい、ドラは通っていますが、自分都合で残していくか。急走も現物でした。さあ、安牌は数字のパーピン、うん、そのパーピン追っていきます。来た、来てる来てる。いいじゃんて。はい、俺安全牌なくなっちゃったかな。じゃあ、2万、うん、3万のワンチャンスか。はい、お、いいじゃんて復活。今チーピンが通りましたね。はい、はっきり降りるか。それとは9ピンもほとんど通りますね。そうですね、チーピンが4枚見えています。パ、はい、ーピンは通っています。ちょっと行ってます。行ってるのはそうですね、うん、今粘ってる。はい、通りそうなとこではあるけど。はい、山田のスーピンに合わせる古橋。うわ、来たー、目落ちといとる。トラトラ、イーソー短期、イーソーは場に1枚切れ。あ、1枚、2枚持たれてますね。あー、ダメだ、ない、出ることもなさそう。でこのイーソーは結構打ちづらいでしょ。ウーソーをね、はい、前原さん60目に切ってますから。そうですね、じゃあ待ち替えもあまりないと。そうですね、あと1回だもんね。そうですね、跳ね間の天敗秋です。残りとも1回ずつとなりました。嘘現物、ここに数層当たり牌が。チーピン打つか。はい、山田になるのかな。じゃなきゃチーピン打つが当たらない。キューピン、国士が枯れてないのかな。あれ、いや、チューン4枚見えてますよ。見えてますね、はい、キューピン、これが配定です。
流局となりました。なんちゃの前原、そして秋、二人転廃で流局です。やっぱ山田を警戒したんでしょうね。はい、スーピンとかちょっと怖いなっていうところで。あ、そうですね、現物ではなかったスーピンでした。さあ、これで1回戦は何人を迎えます。内局は日本馬、教託が1本です。現在2万1500点の前原となっています。もう1回1回が大事ですもんね。かなりこの大事ですね。本当ですね。だけどやっぱマークされちゃうんで、はい、そんなに長くやらせてもらえないことが多いんですけどね。やっぱ先手をできるだけ取りたいんだけどね。はい、はい、まあ、先手取ってできるだけ詰めてって向こうを焦る感じに、はい、とにかくリーチリーチでいきたいですね、はい、あ、フラッシュ手がいいか。あ、ちょっとマグネットが移動されていないようですね。親番は今前原となっていますが、古橋のままになっています。さあ、ペーチャの秋です。秋ドラサ、あ、ペーチャ、はい、来ましたよ。まずは秋に、あ、ペーチャじゃないな、マグネット移動してない、ね、あ、そうだった、忘れてたシャーチャすいません、シャーチャでした。あ、じゃあどうしようかな、もういいシャンテンですね。これとりあえず移動させてもらいましょう、ね、お願いします、はい。今国士だったら9ピン待ちだったよと。あ、そうなんだ、さっきの、あ、そう、チューン入れてるのか。そうかそうか、うん、よく行かなかったですよね、国士ね。そうですね、うん、行っちゃいそうですけどね。そうが、まだマグネットが移動されておりません。前原が親番となっています。さあ、秋早くもリーチ落ちたい。場にはEピンが1枚切れです。いつ動くの、やばい、早くマナが親だと思ってる人もいるかも。ペーチャだと思ってる、危ないですよね、これポンとこうやって。あ、よかった、あ、でもペー出てたけど泣いてないもん。あ、じゃあ大丈夫ですね。今ペー泣かなかったから気づいたとかありますね。ああ、なるほどね。泣いてるもんね、漫画だからポンってんで、うん。さあ、古橋いい形のイーシャンテンです。これも古橋さん、テンパ入っても闇テンなんですかね。やっぱりこの親落とし最優先に考えそうなんですけどね。はい、おー、ペンサンピーの方を選択でした。 E ピンは自分の目から4枚見えてるから。あー、そうですね。ペンサンピーのリーチとなったのは秋、リーチドラさんです。さあ、ハクは1枚切れ、ロースは中筋、古橋の手配、普段なら行きたい手配ですか。ロースを切りとなりました。マエルさんにだけ3ピン分かんないんですけどね。はい、あと持ってなさそうだって判断したかな。山田の捨て屋もね、1ピン2ピン9ピン9ピンみたいな。本当だ、うん、良さそうに見えますね、はい。実際前原が1枚持っているだけとなっています。残り山に2枚、3ピン良さげと。リーズもドラさん実らせることができるでしょうか。3ピン筋にはなっていますが、最終手出しが E ピンというのがちょっと気になるところですか。まあ、そうですね、なんか関連はしてそうですよね。はい、前原この矢番どうでしょうかね。リーチ入ってますけど、ある程度いってますね、はい、いきそうです。まあ、秋のリーチということで打点も怖いところがありますが、お、いいシャンテン復活、はい、お、来た来た、勘違い消えてのリーチは追っかけです。1数ピン待ち、あ、E ピンがないんですよね。現物待ちだけどね、はい、まあ、打点欲しいですから。そうですね、数ピンはあるんじゃないですかね。山々です。
2対2。共にピンクゾーンの追いかける立場の前原、そして秋のリーチです。また2人に挟まれて、ちょっと2人の現物は存在しませんか。シーソーがありますね。おお、おりました、うん、あー、はーい、2対2の勝負。ここは前原の追っかけリーチが成功しました。リーチピンフドライチです。5800は6400です、うん、これで浮きになったので、そうですね、ここからどれだけポイントを積み重ねられるかですね、はい、まずは前原です。3本映え。でも古橋くんがずっとこう受け気味の選択を最初から取ってるじゃないですか。はい、どうですか。あれがいずれこう手から出てくるのが怖いよね。うん、本当にそれだけ。なんか私見てると久里さんとかは常に攻めてるイメージがあるんですけど、 そこは自分の中で意識してやってるんですか。攻められる時は攻めようと、うん、後々苦しくなって攻め出してももう間に合わないことがね、非常に大きいから多いんですよ、やっぱり。じゃあちょっと心配な点ではありますね。うん、まあ、これ前原さんバッといくとね、古橋だってちょっとプレッシャーかかるでしょう、はい、うん、95.7 差はあるけどね。99敗でしょうか、うん、ハッシュだったのか。ハッシュドビーフでしたそうですか、はい、最近あんま使わなくなっちゃったからね、怒られるんじゃないかと。悲しいですどうします、この手。まあ、地位早い重ねるとか、うん、なんか、うわ、でもチビ切りましたね。そうですね、チーピンか、結構スリムに、うん、国士とか。でも親番落としちゃう可能性は大きくなりますね。まあ、国士無双上がらないと厳しいぐらいと思ってるかもしれないですけど、もちろん、うん、三者の手配、山田メンツありません。秋はパーピン、先ほどと同様あんこですが、今回ドラはトン。ただまあ5800点打っちゃったの で、 そうですね、今回は結構ね打点寄りな打ち方をしてますね、はい、秋もここまで手は入れてくるものの、作ってくるものの、結果がまだ結びついていません。感知今引き入れた、数段コーネですか、はい、秋は嘘を急走のアンガトイツです。ウーピンがあんこの山田、おお、チートイツ、ウーピン切りましたよ。うん、山田ですね。この後移ります。さあ、こちら重なった、はい、親の現物を残しながら、まあ、チートイツですか、うん、っていう感じですね。守備も考えてのチートイツ一本に、策合わせていきました。おお、ちょっとどうですか、これは何急走数暗号短期までありますね。どうでしょうか、急走、ね、残ってる、うんうん、何も残ってる、来い、どこは重なるか、トーン重ねた古橋です。ドラドラです。しかしトーンもシャーもおたかぜ、はい、役を作るのが難しくなってきました、はい、まあドラをね自身であんことかにしちゃえば、そうですね、あとまあまず6、7、8、9で残したので、はい、そこ伸ばしたら、うん、シャーシャーでピンフに持っていく、ね、役割へ、はい、カンパピン引き入れた山田ですが、チートイツ濃い、いそよ下げ、うん、9万か、
スアンコをしたいですね、はい、難しいですね。イーマンの方です。場に1枚入れを切っていきます。おお、来ましたよ。ただね、はい、3万もウーピンも切ってますからね。あ、そうでした。どうだ、初ラシドラドラドラも山に残っていません。前原が親番です。いや、なんだかな、メンツでなんとかなったかもしれないです ね。 そうですね。ただまあチルティシャンテンだから思いとツモが噛み合いません。それぐらい警戒してるってことですね、マヤさんの親を、はい、最終節ならではです。おイーシャンテン、はい、イーシャンテンの古橋、いやどうしようかな、ドラが余ってますけど、イーシャンテン取っていきます。残りいつも3回で困りました。ギャンシャンテンだけど、どうしますね、ちょっときついな。ドラも行ってるし、お、テンパイ、おテンパイですね。リャンマンかイーソーか、イーソーは切れたばかりです。あ、リャンマンも、うん、リャンマン親ゲン、今親の現物待ちに受けといて、親から例えばリンチ入ったらリャンマンで切り返すとか、はいはい、うんうんうん、安全度もあって、はい、のりゃんまん天敗役なし闇点となりました。フラッシュです。お、トン打たれる、いけ、それはトンですね、これはね、トンとなります。イーシャンテン親番です。ここでトン、はい、このトンは強烈なん で、 で、ね、山田もねパーソンにちゃんと受け替えましたね、はい、うわトントンと打たれて、いやいやいや上がれないフラッシュです。転敗できるか、残り詰まると1回の前原、イースーソの延べ短径、まあパーソー打つかイースーソどっちを打つかですけどね。パーソーとなりました、はい、あ、そうだ、あ、そうかそうかヤンマンからパーソーに待ち返していた山田の上がりとなりました。チートイツ1600の3本場となります。あ、単葉ね、単葉チートイツです。3200の3本場となります。これは大きいよ、大きいよ、今ね、前原さんがトン切っただけにリャンマンからの待ち替えでのパーソー短期を捉える形、4100点を上がって迎える親番は山田、前原包丁に回りましたがまだ3万点上ではあります。ドラガシャトップ目です。ここはどうですか、この親番というのは。そこまでやっぱり高打線にね、はい、さっきからずっとやってますからね、はい、仕掛けてまであんまり上がりに来なそうなイメージですね、うんうん、かなりゆったり打ってますからね親番でも、はい、親を落とした前原としてはどうですか、このまま浮き、まあ浮きは当然キープしたいし、うん、まあ、外も伸ばしたいですからね。そうですね、はい、まあ、今日30か40ぐらいは伸ばしておきたいので、はい、さあ3枚入れて、秋はマンズの本一でしょうか、はい、一面ずの古橋です。タンヤオ系の山田ですがドラが浮いています。こちらにもドラ、シャーチャの古橋重ねたいところ、うんうん、いいですね、いいね、6チッパ前原です。
どこを嫌っていくか。単野王にはことありますか。はい。単品一平行か単野王3色か。はい。ちょっと六チッパは今一旦崩れましたが、これでしごろになりますね。はい。ドラドラシャーチャー。ドラドラシャーはもうすでに一枚切れです。電敗、はい。スーピンと急走のシャンポン待ち。役はありません。闇手に構えています。泣きもいいシャンテン。はい。これは崩しますか。あ、リーチ来ました。チマは自身で切っていました。おー、リーチとなります。スーピンと急走のシャンポン待ち。手代わりもそこまでないということなんでしょうか。まあ2ピン切ってますからね。はい、3ピンが振り手になっちゃうし。もう少しずつ加点をして。ただ秋さんがちょっと形良くなりましたね。こちらです。いいシャンテンの秋です。高いですよこれは、さっきもね山田の本一をかわしたね、前原さんのリーチがありました。いやでも山田もいいシャンテン高いよ。怖いな来ちゃうかもな。前原さん、スーピン急走です。あ、山には残ってますね。急走1枚。お手前いた。おい、痛い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 。ペンチワンか短期待ちか。短期待ち。ペンチワンです。ペンチワン。はい。3アンコ。そうですね。数アンコもあるか。いいワン引けば。もういつ3アンコ。ペンチマン待ち。チマン筋に。今ゲームズだもんね。今引ければ数アンコ短期まであります。ただパーワン9アンって牌がもうパーワン2枚切れてるし9アン3枚切れてますもんね。あ、じゃあそうですね、はい、かなり切られています。ヤンピン現物ぐらい。じゃあ前原のリーチを受けてフラッシュドラドラの手。ワンチャンス。ここはリアンソーとなりました。一枚一枚の前原のリーチです。スーピンは補充牌。三層打つか。まあまあやめてもいいんですけどね。はい、やめる牌を三層でまっすぐいってますね。はい、三層していきます。怖いですねこの山田の押しは。いいピンが通った。はい、ローマンチーして天杯スッチーソマチ。数層だと三色単野の天杯です。秋は闇天継続中。チーワンも1枚ですね。はい、うん、1対1対2チーソー。はい、あ、チーワン。前原のこのリーチ今回は宝珠に回りました。秋の上がりとなります。本一三安校までついて8000点の上がりとなりました。やり合う形となって、まあさきついな。きついですね。まあ今リーチに行くかどうかというのもね、いろんな判断がありましたが、まあ崩してもあったと思うんですけど、振り点系がとにかく残りやすそうだったのでね、はい、そうですね、さあ今日は今上がって親番を迎えました。
秋は前原よりも苦しい位置にいます。現在最下位の15位。でも前回 63.9 いてますね。はい、最終節には望みをつないだんですけど。そうですね、今日もこれぐらい勝てれば前原さんと着順を変えて、あ、着順位置を変えて、で明日待ち、はい、23,300点です。現状山田の一人行きの状況、ドラガロスで古橋は一メンツ、ラメを固定させていきます。さあ前原の泣きが入っています。シャアのポンは1枚目から、もうここの目標はとりあえず2局で浮きに回りたいってところでしょうね。はい、22,800点です。2000点でも上がっておけば次5200で、はい、ぴったり3万点ですから、うん、どうですかね、古橋さんとかからするとこのシャアの位置泣きどう見えるんですかね。いや、やっぱりあの泣かしたくもないし、ね、上がられたくもないと思うの で、ね、はい、かなり制限かかるんじゃないですか。ただまあ、うん、かなり形がいいですね今度は。はい、イーシャンテンとなっています。さあイーシャンテンの前原ですが、もういい判、ね、2000点にこだわってますね。はい、山田もいいシャンテン中です。ドラですね、ちょっと上がりづらくはなりましたか、うん、いい装置、これだと1000点、キューピンなど引けばちゃんた、今上がると238で最終オーラスを迎えます。6400以上ですね。どうします。あ、あ、やった、これでこの回に5200のチャンスが出てきましたね、はい、次役地合の探求すればいいんだから、1ピ杯か、はい、うんうんうん、ちゃんとつけたいんで、はい、まあ、このまま上がりたくない今は。そうですね、じゃあローン言わずも、いや、まあローンはローンでしょうなさすがにそのまま切っています。現状ウーピン短期の2600、最終的にはチーピンのところに向かってウーピン打ってくる人がいるわけだから、そうですね、さすがにその人評価しないわけにいかないですからね、はい、見逃しはちょっときついと思います。はい、早く手代わりすることを願いながら、そうですね、はい、19自敗持ってこいと、うん、来い、違う、中筋のスーピン待ちにチーピンウーピン切りが見えています。ウーピン、秋はリャンシャンテン、プルハシイーシャンテン復活、積もりました、スーピーのツモとなります。前原です、役となります。700-1300のツモ上がり、まあ積もっちゃいましたが、まあね、これ上がりでしょうがないですね、はい、そうですね、オーラスを見ていきましょう。さあ最終節の A 卓1回戦オーラスを迎えようとしています。現状は山田の一人行きの状況、ドラがリャンソーです。まず前原は浮き条件と、さあ古橋の手配はどうでしょうか。一面つはできています。マーズの本一まで見えるような手配、うん、山田は南波といつ現在難入中、難波となっています。ラス目の親ですからね、はい、今回は攻めるかな、うん、ちょっと強くいくんですね。例えばシャーポンとかね、遠いけど、はい、秋はどうですか。現在22,000点です。秋さんも相当ポイントきついんで、はい、最低浮かなきゃしょうがないですよね、うん、じゃあ万願クラス上がって、は
か、古橋さんもラスだとちょっと嫌なんですね。ただ前原さんは沈んでるからまだね、まだ、うん、前原25,500点、52ぐらい上がりたいところ。秋はドラを持ってきてのちゃんたけでしょうか。ここにドラが来ます。52、前原さんも沈んで割りたくないですよね。はい、残り3回しかなくなっちゃうから。そうですね、うん、5回戦の1人1回ずつ抜け板を挟んでいきます。これで52リーチ、うん、リーズもピンフドラ1、ピンフつけてですかね、はい、またなんちゃですから、背景がもし来れば。あ、そうですね、はい、あら、なんかスーワンコみたいにまたなってません、秋さん。狙いたいですね。これはトンか。はい、トン切りとなります。山田も仕掛けやすそうな形になりました。何が統一です。ドラは浮いてますけど、まあ、切っていくか、うん、何ポン。そうですね、切りましたね。何をポンしてイーシャンテンは両面両面、この両層をポンした前原はドラを重ねていました。ダイヤをドラさんで浮きを目指しますが、うん、この山田のドラ切りというのはね、もうかなり早そうに。そうですね、見えるでしょうか。まあ、山田としても、まあ、51,800持ってますから、はい、仮に漫画打っても自分突破で割れるし、はい、そうですね、はい、その前古橋がラスですからね。はい、ね、順調です、ね、さあ秋、まあ、前原さんもおそらく間に合わなそうだなと思ってると思いますけどね、はい、まあ、条件満たすために仕掛けてはいますけど。そうですね、古橋ももう徹底対の選択があるんでしょうか。うーん、あんまりこっから打ちたくないですね、形が悪いから、はい、トラポンも入っています、はい、これはパーピンかな。うん、はい、山田の現物パーピンです。リャンピン一スマン、ここにリャンピンワンコです。ドラ持ってきましたよ。イーズマースドライチいけるな。イースソ、イースソ4枚切れか。あ、ということでリアンソーつもぎりを選択です。来ました。どこを切っていくか、どこなら通るんでしょうか。ピンズが缶のピン弱いですけどね。はい、 GPR 数字ピンズかな。ピンズっぽい、うん、次にウーピンが泣けるから。そうですね、となるとイスマ待ちになります。まあ、リャンスを切る手もあったんだ。そうですね、リャンスを自分でポンしてリャンスないんだもんね。あ、本当でした。3層スースーしてもあったけど。そうですね、リャンスが4枚目、シャアの統一に手をかけるのは親番古橋です。で6万、はい、自分都合で6万。山田は8000打っても浮き。一旦残した。まっすぐ行かないかもしれないですね。もしかしたら。実際前原リャウマの受け入れが残っています、うん、ス
ストレートにテンポ入れば勝負したかもしれないけど、うんね、ちょっと時間かかってますもんね。このイーマンとかどうしますか。ちょっと間があるけどな、泣かないですね。泣かないですね、うん、やめちゃいます。やめだ、はい。やめるとなるとここはいいピンです、はい、役牌の出具合を見てね、はい、役牌ドラさんみたいなのがなければうん、うん、またトイトイとか、うーん、ちょっと厳しい部分が残っていますがどうでしょうか。山田やめたなっていう手つきで思えば、はい、まっすぐピン、はい、はい、となりました。このウピンをポンしたのがフルハシテンパイです。おお、これはまたすごいですね。シャーシャー落としての粘り込み。リャンソー、リャンソーがない。残り積もはあと1回。すまん、うん、酸素、酸素の方でした。この酸素をアキがポンしてテンパイです。面白くなってきましたよ。テンパイ大きいですかね。上がりはしないってことなんですかね、うん、三番筋ションパ ョンパイ自分で1枚使っている。もう1枚目が来ました。行くかどうかです。役はない古橋、切っていきます。テンパイが入らない前原、もう要はテンパイっぽいですもんね。そうですね。もう一曲できるとなるとどうでしょうか。テンパイでもらえるんだったら粘りたいけどね。はい、ローピンまだ切っていきます。いいピンが切られますが、泣いて流派流派とかがあるってことなんでしょうか。ありますね、はい、安全に行くなら急走とかか。ただ流派も通ってないですからね。そうでした。お、やめちゃうのか。前原、秋的にはやめてほしくないところ。古橋行くのかどうか。ここもどうなんですかね。いや、やめる手はあると思いますけどね、うんうん、あー、やめたとなると厳しくなりましたね。前原さん、はい、秋さんが、うん、まあ、古橋君的にも、はい、これで1回戦目は仕方ないと。そうですね、終わりにいるしかないんじゃないでしょうか。さあ、秋のテンパイです。一人テンパイということで着順も変わりそうですね、前原と。ああ、本当だ。はい、ということでトップから大きなトップとなりました。山田、そして2着に秋、3着前原、4着古橋の並びで終了です。続きましては2回戦です。